昨日、神奈川県座間市で住宅2棟が全焼した火事で、住宅の物置に火をつけたとしてアメリカ国籍の15歳の少年が放火の疑いで警察に逮捕されました。住宅の近くでは神社の社務所など3棟が全半焼する火事も起きていて、警察は関連についても調べています。逮捕されたのは座間市内に住むアメリカ国籍の15歳の少年です。昨日、座間市で住宅の物置から火が出て、火元の住宅と隣の住宅の合わせて2棟が全焼したほか、およそ1時間半後にも近くの神社の社務所から火が出て、社務所や付近の住宅など3棟が全半焼しました。いずれも火の気のない場所から火が出ていたことから、警察は放火の疑いで捜査していました。その結果、最初の火事の現場で目撃された不審な人物と少年の服装や特徴などが似ていたことから、事情を聞いたところ、住宅の物置に火をつけたことを認めたため、放火の疑いで逮捕したということです。警察は動機や詳しい経緯について捜査するとともに、2件目の火事との関連についても調べています。建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、アメリカ陸軍キャンプ座間で働く親を持つ15歳のアメリカ国籍の少年です。警察によりますと、少年は昨日未明、座間市栗原中央にある住宅の物置に火をつけた疑いが持たれています。現場で目撃された不審な男に少年の特徴がよく似ていたことから、警察官が任意同行し事情を聞いたところ、事件への関与を認めたということです。座間市内では昨日未明、住宅や物置、神社の社務所など合わせて5棟が焼ける不審火が相次いでいて、警察は余罪について追及する方針。5歳の少年が逮捕されました。昨日、神奈川県座間市で民家の倉庫に火をつけて燃やしたとして、警察は今日、15歳のアメリカ国籍の少年を逮捕しました。火災直後、民家の近くで半袖の T シャツを着た男が目撃されていましたが、半日後、警察官が現場近くでよく似た姿の少年を発見したということです。また同じ日に近くの神社などが燃える不審火があり、警察は関連を調べています。昨日未明、神奈川県座間市で民家の倉庫に火をつけて燃やしたとして、警察は今日、15歳のアメリカ国籍の少年を逮捕しました。同じ日に近くの神社なども燃えていて、警察は関連を調べています。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、15歳のアメリカ国籍の少年です。警察によりますと、少年は昨日未明、座間市の民家の倉庫に火をつけ、全焼させた疑いが持たれています。警察の調べに対し、少年は容疑を認めているということです。火はその後、民家に燃え移り全焼しました。また、同じ日に近くの神社などが燃える不審火があり、警察は関連を調べています。昨日、神奈川県座間市で住宅など5棟が焼けた連続不審火で、